すは、UQ コミュニケーションズが提供する YMAX を利用したインターネット接続サービス。YMAX2 の小型基地局部は大域の追加割当てに伴い、YMAX2、1規格を採用した YMAX2 プラスサービスが2013年10月31日より開始されている。下り最大 110Mbps。 上り最大 10Mbps でサービスを開始した。2015年2月12日、マ m a x で使用している帯域のうち 20MHz 群をマ m a x にように切り替えるとともに、キャリアアグリゲーションを導入、合計帯域 40MHz、下り最大 220Mbps、上り最大 10Mbps に高速化。栃木県大家市でサービスを開始し、 以後順次全国にエリアを拡大した。これに伴い従来のワイマックスは2015年9月30日までに順次使用帯域を1 0ヘルツに減らし、下り最大 133Mbps に低速化した。2015年3月1日、全国一斉に4 4ミモによる下り最大 220Mbps への高速化を開始した。 2015年5月29日、YMAX2 プラス及び AU4、GLTE 向けの通信速度制限を開始した。これにより、直近3日間で 3GB を超えると最大 1Mbps 程度に制限される。2のつかないマ m a x ユーザーでノーリミットモードであれば速度制限は行われない。 広告表現等に利用者から不満が殺到したため、最大 3Mbps 程度に緩和した。なおこの制限は、理論値である 220Mbps で通信すると、約111.7秒で到達する要領である。LTE オプションは、対応機種で、ハイスピードプラスエリアモードに切り替えることで、au4GLTE を使用するものである。 申し込み不要で設定された月のみ日割りでなく1005円、月の料金が必要である。LTE オプションでの通信量の合計が 7GB を超えた場合、月末まで全ての通信で 128Kbps に制限される。また、2016年7月1日からは対応した端末でこの LTE オプションを組み合わせることで、 YMAX2 と AU4GLTE の3波 CA による下り最大 370Mbps サービスを使うことができる。2016年12月2日、東名阪を中心としたエリアにおいて CA と 44Mi を組み合わせた高速通信サービスを開始した。これにより下り最大 440Mbps での通信が可能になるほか、上りも CA と 64QAM 変調によって最大 30Mbps で通信が可能となる。また、2017年5月16日からはこれに加えて AU4GLTE でも CA を行うことによる下り最大 590Mbps での高速通信サービスと 256QAM 変調での実行速度向上が行われるようになった。 2017年2月2日、大量通信時の制限を直近3日間で 10GB 以上に変更し、これを超えた場合は18時頃から26時頃に、おおむね 1Mbps に制限するように変更した。2017年9月1日、YMAX2 側にも256、q a m 変調を導入することで、YMAX2 の2波。 CA 下り最大 558Mbps、上り最大 30Mbps に高速化した。AU4GLT e 込みの3波 CA で、折り最大 708Mbps、上り最大 75Mbps での通信に対応した。2018年4月12日、AU4GLT e 込みで折り最大758。 メガ BPS、上り最大112.5メガ BPS に対応。2019年1月25日、下りは5波、CAYMAX にプラス139.5メガ BPS に 4GLTE400 メガ BPS4GLTE279 メガ BPS にイコール1237メガ BPS。 上りは 4GLTE75Mbps の通信が行えるルーターを発表した。YMAX2。一自体が TDLTE 互換規格であり、UM カードに記録された電話番号で認証を行うため、KDDI 割り当ての携帯電話番号を利用した MVNO によるデュアルモードで提供されている。KDDI 沖縄セルラー電話が au4glte とのデュアルモードで提供しているサービスは ymax2 プラスオプションと称している。2015年1月15日新料金プランが発表された。2019年9月25日新料金プランが発表された。これに伴い給料金プランの新規受付は2019年9月30日をもって終了とされた。Qymax は IEEE802.16E 方式のモバイル YMAX 技術を用い2 5ヘルツ帯の無線周波数を使用し最大より 40Mbps、上り 10Mbps のデータ通信速度を提供する無線データ通信サービスである。2009年2月26日から試験サービスが東京23区、横浜市、川崎市で開始され、 同年7月1日に首都圏周辺、名古屋市内、関西圏へサービス地域を拡大し、正式サービスとして開始された。2012年6月29日、全国での人口カバー率が90%を超えた。2012年度末にはサービス地域を全国主要地域に拡大し、人口カバー率93%を計画している。サービス地域は、 UQ コミュニケーションズのウェブサイト、サービスエリアで確認することができる。2015年9月までに使用帯域を 10MHz に減らし、帯域を i m a x 2に渡し、下り最大13、3Mbps に低速化した。2020年3月31日をもって、サービス終了。サービス地域の確認を目的として、15日間が無料で、 ワイマックス搭載機器を貸し出すサービスである。貸し出し機は、現在発売している機種が中心である。希望とする機種を選択し、貸し出しを受ける。UQ コミュニケーションズのウェブサイトで申し込みを行う、ことが可能である。UQ 製品キャリアブランドスピード Wi-Fi Next W01PC に内蔵される、ワイマックスモジュールインテルワイマックス、Wi-Fi リンク五5150。 仮想移動体通信事業者、仮想移動体サービス提供者への通信網の提供を行っている。2011年9月21日17時45分から2011年9月22日13時過ぎまでの約20時間にわたり、東日本地域まで合計70万回線が普通となった。発生原因については、同月24日時点で、 UQ コミュニケーションズは現在調査中としていたが、同月26日に KDDI の田中隆社長が記者発表後の質疑応答の中で台風15号が本州に接近するのに伴ってアクセスが通常の9倍に増大、高トラフィック時の服装を裁くシステムにバグがあったため、 大量のアクセスをコントロールすることができずにシステムがダウンし一旦復旧してもシステムを立ち上げた直後にアクセスが集中し再びダウンを繰り返したため長時間にわたる通信障害になったことを明らかにした。ありがとうございます。